日本の美しい伝統文化の象徴であり、時を超えて愛されてきた着物。自分だけの特別な一着をあつらえる初めての着物作りを取材、完成までをシリーズでお届けします。東京都港区虎ノ門にある長寿屋。江戸中期から続く創業225年余りの歴史ある老舗呉服店です。モダンなしつらえの店内にはシックな着物や和装小物がディスプレイされています。今回着物を作るのは静岡県で会社を経営する成田さん。友人の紹介でここ長寿屋を訪れました。まずは着物カラーコーディネートの資格を持つ小林さんによるカラー診断で似合う色を見つけていきます。例えば明るさや鮮やかさが異なる何通りものバリエーションがある色の世界、最も肌なじみの良い色合いを選び、4つの分類のうちどのタイプに当てはまるか見ていきます。これも絶対違うんですよ。で、消えたところが一つだけありますね。色が馴染んで。これでしょ。そうなんですよ。これです。明確ですね。ほら。確かに。ああ、こんな違いが出るもんなんですね。長寿屋ではこれまで着物に馴染みのない人にも和の文化に親しんでもらおうと、アガタジャパンとの共同で着物クロッシングというサービスを立ち上げました。おかみの小林さんがおあつらえコンシェルジュとして一人一人にぴったりの着物を提案してくれます。ピクとか普段着られます？あ、ないですね。何色も比べていくうちにしっくりくる色が分かってきました。で、だからこの中に好きな色があるとか、その色で着物を作るっていうよりかは方針決めるでしょ。そうなんです、はい、方針決める。茶色は、ね、大丈夫、あのオータムの方って茶色鉄板だから、どの茶色も大丈夫です。じゃあやっぱ羽織茶色の中緑とか、あー素敵かもしれないですね。羽織茶色の中緑素敵かもしれない。あ、植物感あって、うん、この10倍ぐらいの色を取り、仕上がりのイメージが膨らんできたところで生地の地紋を選んでいきます。生地の模様によって出来上がる着物の表情も変わってきます。長寿屋ではこれまでに手掛けた着物の端切れを豊富に保管しています。これは関わったお客様とのご縁の数でもあります。長年の歴史の中で積み重ねた財産です。生地と色が決まり、この後は染色をオーダーします。さて、どんな仕上がりになるでしょうか。次回は体型に合った着物を仕立てるための採寸を行います。続きをお楽しみに。